どうもー、世界が少ない100億人のカラコアの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、1月6日の朝です。です。はい、今日も結構寝れてよかったですね。そうね、まあ7時間ぐらいかな。はい、うん、まあね、一応まあ年末年始でもね、結構いい稼働できたんですけど、うん、まあ今日からね、結構全国的には多分明け返し、うん、になってくるんじゃないかなって思います。明け返しって言うんですね。明け返しって言い方が分かんないですけど、はい、ああ、はい、はい、ちゃんとプラス調整にしてくれるお店が出てくるかもしれませんよ。はいはいはい、はい、うん、なのでね、今日も僕たち、まあ、ちょっと結構収支的にはね、きついんでね、うん、はい、多分エヴァを期待して狙っていきたいと思ってます。ですね。はい、取り返そう。取り返しましょう。はい、はい、もう行きましょう。行こう。はい、じゃあ、バイバイ。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうもこんばんは。1月6日の結果発表していきます。ます。はい、いやね、まあいつも行ってる、まあいつもっていうか、まあ結構多く行ってるお店に行ったわけですよね。はいはい、はい、エヴァ狙いです。はい、はい、でそこの店はね、まあ、ワープも結構開ける傾向にあるんですけど、うん、今日はね、ワープはそんなに開いてなかったですね。開いてなかったね。うん、ノーマルだったんじゃないかな。ノーマルですね。うん、気持ちいいか。いや、気持ちも入ってないです、あれは。気持ちも入ってない。はい、ただまあへそが、まあそれもほんのちょっと開いて、うん、より、そうそうそう、うん、より関係が良かったですね。良かったね。うん、です。うん、はい、まあでもパッとしなかったな。まあそうですね。まあ見た瞬間、うん、ちょっと足んねえんじゃねえかなとは思って。はい、うん、ワープが特にな、そこだよ。へそは良かったと思うんだけどね、足りてっかなと思ったけど、うん、やっぱりね、エヴァはね、エヴァ新生はね、結構ステージに依存するっていうかね、うん、ステージ線路が本当にいいので、うん、半分以上入るぐらいだと思うんですよ、へそにね、うんうん、だからね、まあワープ開けてくれた方が嬉しいですね、僕としては。やっぱりそうね、うん、それは俺も思うよ。うん、うん、やっぱりワープ開けてそこにステージに乗っかれば、それでステージ止めすることで、うん、あの回転数も上がるんで、うん、一般のまあユーザーの方はね、ステージ止めもしない人も多いんでね、うん、はい、ちょっと足んなかったな。もう少し、まあ足んな、まあ、全然打てるレベルですよ、うん、あの僕23回ぐらい、西村さん22回ぐらいでしたっけ。うん、それもあったね。なのでまあ技術介入をもう全て駆使していけばね、うん、全然打てるんですけど、うん、うん、まあもうちょっと欲しかったですね。そうね、はい、うん、まあまあでも今日打てる台の中では十分だったんじゃないかなと思うんですけどね。まあそうですね、うん、たまたま本当にもうここ何日かもそうですけど、うん、うん、大当たり確率をかなり下回って、大当たり確率はまあまあまあ、まあ、正確に言うとまあ、うん、まあスペック通りぐらいなんですけど、うん、まあ、あんまり連チャーしないし、しかもね、うん、まあ持ち玉できるときにはまる分には全然いいんだけど、うん、現金で突っ込んで結構はまっちゃったんでね。そうそう、なんかタイミング悪いんだよな、なんかな、うん、先にね、出玉できた後にはまってくれたら全然いいんです。いや、ほんとそうですね。ギャップだね。そうですね、うん、はい、しょうがないけどね、こればっかしはね、うん、再プレイ上限2500だし、はい、うん、ただね、まあ改めて今日思いましたけど、あのね、エヴァね、設定で絶対あの当たる時に風が来やすくなるやつ設定した方がいいですね。インパクトストーム。インパクトストーム。はい。あれな。うん。ほぼ来るな。ほぼ、ほぼか分からないけど、3分の2ぐらいかな、体感だったけど。あ、そう。初当たり。うん。あ、今日1回だけ風来なかったんだよね。時短中だけ。それ以外は全部来てたな。5回、4回当たったけど。うん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 、うん。って感じだったな。はい。
あれでね、ほんとね、普通だったら絶対止め打ちしてない通常時にね、うん、シリアスステップアップ4とかで、うん、当たったりとか、なんかストーリー予告みたいなクソ寒いやつあるじゃないですか。どこで風邪来たりとかするんで、もうおおと思ってすぐ止めれるわけですよ。うん、うん、それでね、ずっと保留4で当てるか保留1、保留0で当てるかとかだったらさ、全然その打ち出しの球無駄になっちゃうしさ、うん、すごい得なわけですよ。はい、うん、だからあれは絶対最初ね、うん、設定画面でやっといた方がいいなと思います。うん、だね、必須レベルだね、期待値はね。あれは必須ですね、期待置いたい人さん、置いたい人、はい、うん、あとなんかおすすめのモードとかあります？ちなみにおすすめのモード、あの何やりましたっけ、あのモード選択できるやつ、あんなっけな、まあ、とりあえず一発告知系は2種類あるんだよね、あれ。そうしたっけ。そうそう、あのインパクト、まずそもそもそういう告知をなしにするっていう設定と、ああなしはしずっとしのほうがいいでしょ。まあしのほうがいい、まあそれはデフォルトなんだけどね、うん、それが。ああ、そうで、その後にインパクトストーンにするか、うん、あともう一個ボタン選択型にするか。何それ。なんか、俺やったことないから全然わかんないけど、うん、まあなんかボタン押すんだろうな。その時に告知されるんでしょう。ちょっと詳しくはわかんない。そのパターンがある。うん、あとは、あの、モノリス予告あるじゃん。はいはい。あ、なんかピカピカ光ってるじゃない、赤く、うんうんうん。あれをありなし設定できる。うん、のと、あともう一個なんかあったけど忘れちゃったな。うん、けどは、前兆予告をなしにするみたいなのがありますでした。あ、あったあったあった。保留予告だったかな。前兆予告か、うん、前兆予告はなしにしちゃダメでしょ絶対、うん、あ、先読みだ、先読み、先読み演出だ。ああ、先読み演出ね、うん、うん、なしにしちゃダメでしょ絶対、うん、ありの方がいいけど、うん、まあ、でもあんまり先読み予告来ないですけどね。うん、来ない、うん、だってセフィロトの木とかさ、あとなんかカウントダウン、はい、あの感じでさ、2、1ってなってさ、はい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 、あんなもんぐらいじゃない。あとあのマギのありません、ね、マギステージあるね、そう、うん、あるね、マギステージカウントダウンぐらい、うん、あとセフィロトの木もう確定だけどな、うん、来ちゃった多分ね、うん、あんまり来ないですね、うん、うん、それがなくなっちゃうんだね、それはしない方がいいな絶対、うん、早めに飛びれますからねそれも、うん、できれば、うん、ですよね、はい、ずっと分かんないのがね、今悩んでるのが、うん、新世紀モードで打つか、なんだっけ、もう一つ今普段僕ら乗ってる、あ、保管計画モード、保管計画モードで打つか、うんうん、多分新世紀モードの方がなんか保留が色変わったりとかするから、うん、早く止めれるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どうなんだろうね、何分あの演出慣れてないので、うん、あの保管計画モードはもうね、ずっと歴代のやつをやってるのですぐ分かります、分かるんですよね、うん、旅開始に、あ、金が来たな、金ステップアップ来たなとか、うん、うん、まあ、次回予告来たなとか、うんうん、もう一つとかよく分かんない、ちょっとあれですけど、それどっちでやった方が期待値的に高いのかっていうのをね、ちょっと分かる方いたらぜひ教えてください、うん、そうね、ぜひ教えていただきたいですね、はい、うん、うん、そんな感じでいいですかね、はい、こんな感じでいいです。もう明日も早いから。明日も早いんで、明日は、うん、並ぶ必要があるんでね。うむ、はい、うん。明日は期待してもいいんじゃないの？うん。ね。7の日ね。新年、初っ端7の日。はい。はい。去年は年末のね、7でしたから。うん。うん、ちょっとね、うん、うん、って感じだったけど。ですね。うん、はい。期待したいです。期待しましょう。はい。はい。うん、じゃあまた明日ですね。はい。はい。じゃあまた明日。